ゆみしみレッスン TV オンライン特別企画、改めましてのオートキャド。ゆみしみレッスン TV オンラインはオートディスク製品のオートキャドのですね、改めましてということでお話をしています。2020年の8月よりビームシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしていますが、今回はですね、改めましてのオートキャドという年末特別企画となっています。デザインセンターを使用し、レイアウト空間外部参照をコピーする方法を改めて知りたい。デザインセンターって何ですかっていうと、 A と B という図面があって、その A のなるガスレイヤーだったり、文字スタイル、寸法スタイル、選手ブロック、レイアウト等ですね、外部参照もそうです。コピーをするという便利な機能となります。ファイル前のブロックやハッチングパターンなどを設定を管理しているのがデザインセンターとなります。ブロックもデザインセンターを利用すると、他の DWG ファイルから簡単に挿入することができますとあります。なので出し方はコマンドライン、もし出てなかったらコマンドラインに直接入力で DC でエンターとしていただくと、このようなデザインセンターが開きます。そしてファイルが壊れるわけではないです。ただしデメリットがあります。何かっていうと、そもそもそのファイルに入っていた画像名だったりブロックだったり寸法だったりっていうのを上書きされることはないので、お気をつけください。ビームシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビームシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。